皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介させていただきます。紹介してくれるのはいつものガッくんこと高橋くんにお願いしたいと思います。はい、お願いします。まず車は、ベントレーフライングスパー。フライングスパー、もう真っ黒黒でもうノーマルでもだいぶいかつい車ですけれども、はい、今回どんな感じのカスタマイズをしたんでしょうか。ローダウンとホイール、あとはメッキパーツをところどころホイールと同じブラックアウト系の色で。どの辺がこれもともとメッキだった感じかな。いや、ここら辺はもともと W12S っていうグレードなんで、もともと黒なんですよ。あ、そうなんだ。この辺は W12 だとこの辺がもともと黒くなる。そう、なるほど。ここの辺も元々ライトの周りももともと前はもうここだけです。あ、ここだけ、はい、なるほど。このベントレーのマークのここがスモーククリアで、ちょっとワントーン落としてちょっとブラッククロームみたいな、 そんな感じにしてあると。じゃあもともとだいぶ前回りいかついんだね。そうなんですよ。なるほど。そして横に回っていくとやってまいりました、はい、アメタン1221、これだけはデザイン名がわかるんですR1111。R つかないです。 R つかないんだ。R つかないです。1111、はいはい、こんなのがついてます。でこれがサイズが22インチ。22インチ、純正より純正1インチアップ、2インチアップ。そうっすね、21純正。なるほど。で12かなり削り込みがもうとてつもない感じです。このハブの周りもそうだし、この辺もめちゃくちゃもう限界まで削ってるっていう。でまあアメタンいろいろあるんですけど、もう特に12はなんかその芸術の方に振ってる、そんなホイールです、はい、なんでこの辺の高級車なんかにもバッチリマッチすると。そしてあんまりこうスポークスカスカすぎるとちょっとやっぱりこう貧弱な感じに車が車なんで見えちゃうんで、まあちょっとスポーク多めにしたんじゃないかなっていう。合ってますか。合ってますよかったです、はい、そしてブレーキ、これもともとこういう、もともと赤です。あ、なるほど。で天面がダイヤモンドカップみたいに。そうです。なるほど。でブレーキもちょっとチラ見せな感じで、そうです、いい感じになってます。でローダウンはこれは IID のロアリングキットで、ロアリングロッドで車高が結構下がってるよね、これ。純正多分 3.5 とか。なるほど。かなりローダウンもしっかりして、はい、で横のこの辺なんかももしかして、これもスモークペイントしてます、塗ってると、はいはい、あとミラーのここはメッキだったんですよ。あ、そうなんだ。ここもじゃあここは黒で。なるほど。あとこのドアハンドアポケットのここもメッキだった。ああ、っていうか言われないとわからないね。そうなんですよ。なるほど。じゃあもう本当に少ないけど、ところどころメッキがそうです、ちょっと残ってたのをもう徹底的に全部黒で統一して、 でリアはまた違うディスクのちょっとコンケーブが逆反りが激しめですけれども、はい、こんなのがついてます、はい、あとはこの辺ももしかして、エンブレムもスモークペイント。なるほど、はい、この W12 のエンブレムもスモークペイントされてると。で後ろに回っていくと、後ろは、まあ、フロントと同じくエンブレムと、あとマフラーカッター。あ、やっぱりこれは塗ってるんだ、はい、これはもともとメッキで。メッキです。なるほど。で今回なんとこのマフラーも変えてるということで、はいはい、ちょっと音を聞かせてもらってもいいでしょうか、はい。あのね、オンとオフの差が激しすぎます激しすぎます、まあ、バルブ付きのこんなマフラーもついてるっていう。でやっぱりこの手のホイール洗車がかなり大変なんで、おすすめのホイールが汚れないブレーキパッドがついてるっていうことで、はい、ついてます、まあ、複雑なデザインとかちょっとこういうアメタンとかデリケートなホイールは、まあ、先にデータストのブレーキパッドを一緒にセットでやってもらった方がいいんじゃないかなっていう、非常におすすめなパーツです。はい、はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたベントレーフライングスパーをご紹介させていただきました。まあ、最後になっちゃったんですけど、なんとこの車の購入から、はいはい、
あのボンドショップ裏でしていただいた車になります。はい、なのでまあお車ベース車両というか、まあ、そのまま乗っていただいてもいいんですけども、お車の購入からカスタマイズまで何でもお気軽にご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。